今回はドラゴンボールヒーローズカード組13が発売されたということで、とりあえず10パック買ってきました。今回のラインナップはこのスーパーゴールド仕様のレアカードベジータと、レアカードの孫悟空 GT ゴテンクス青年期、そしてノーマルの孫悟空孫悟飯青年期ゴテンクス孫悟天 GT トランクス GT ピッコロ海王神キビト魔人ブー純粋ということで、全部で12種類ですね。で、私が狙ってるのは悟空とゴテンクスが好きなので、このノーマルの悟空とゴテンクス狙って、早速1パック目開けていきたいと思います。まず1パック目はまずグミと、じゃーん、お、孫悟飯青年期でした。2パック目、はい、グミと、じゃん、お、ピッコロさんが来ました。3パック目、グミとカードは、お、ベジータ出ました。4パック目、グミとカードは、じゃーん、おー、悟空来ました。かっこいいですね。5パック目、グミとカードは、お、ゴテン GT。 6パック目、グミとカードは、あ、来ました、ゴテンクス、大好きなゴテンクスが出ました。7パック目、グミとカードは、じゃん、お、悟空2枚目、やっと。8パック目、グミとカードは、ゴテンがかぶってしまった。4パック目、グミとカード、お、まさかの2枚目出ました。10パック目、グミと最後のカードは、じゃーん、お、魔人ブー純粋出ました。今回出たカードは孫悟天 GT 2枚、孫悟飯青年期ピッコロ魔人ブー純粋ベジータが2枚、ゴテンクスと孫悟空が2枚。今回はこの狙っていたゴテンクスと悟空のカードがすぐ出てくれたので嬉しかったです。できればこのどっちかのカードをゴールド仕様にして欲しかったですね。すっごいイラストがかっこいいです。また次のカード組14が出たら買っていきたいと思います。それでは今回はドラゴンボールヒーローズカード組13の開封結果でした。